ラチナシステム起動します。バイスシステムパターン C 自己中システム良好です。皆さんこんにちは、プラチナです。メタバースプラットフォームクラスターさんのクリエイターズマンション2号棟の2階201号室僕のお部屋からお送りしております。やっと来ましたよ。11月1日にリリースされました待望の女子向けホラーゲーム、今日はこちらのゲームをしたいと思います。もうジンバケースチームと、X とゲーム情報サイトの通知を設定してチェックをしてたんですけど、とうとう出ましたよ皆様。ほんと1日にやりたかった、本当にやりたかった。でもねできなかったんです。大体の月の1日って僕のところではご家族が早く帰ってきて、そもそもパソコンくん自体が使えないんです。もういつも目の前で寝ていらっしゃることで絵すら描けない、キーボード打つ音すら出せない、ペン動かす音すら出せない。なんだったらパソコン置くこの折りたたみの机を出す音なんてもうとんでもないっていう状態になってるので、パソコンくん自体動かせない、使えない、そんな切ない状況です。今日思いっきりやっちゃいますから、皆さん楽しみにしてください。ではではこちらのゲーム、ホラー男子との恋愛をコンセプトに制作された女子向け言語解読探索アドベンチャーです。異界に迷い込んでしまって自分以外はみんな人外さんという、そして恋愛に発展するのかしないのか、生か死か、デッドオアアライブ。人外さんもといホラー男子と交流しつつ恋愛しつつ脱出を目指すゲームです。人外さん言葉が通じません、コミュニケーション果たして取れるのでしょうか。ちょっと今僕結構興奮しています。このお借りしているパソコンくんで唯一遅延がほぼないっていうのが、もっともっとブラウザゲーム でそれでもクオリティが高いと録画してても後で見直したら画面が止まってたりなんか音飛びとかしたりしてお蔵入りしてるの結構あります。でもこちらのゲームは Steam でやらせてもらってるゲームなんですけれども、クオリティは高いしほぼ止まらないし、多分止まらない、うん、そんなに重くないゲームのはず。とにかくこれおすすめです。体験版の時からかなり期待して待っておりました。ホラーでおすすめです。説明不足でごめんなさい。ではではちょっと画面を切り替えたいと思います。怖い画面出ますので気をつけてください。今日ホラーゲームですので、怖いゲームですので苦手な方はご注意ください。でも女子向けのゲームです。怖いけど楽しいです。言語解読もしているので、ではではちょっと切り替えいたします。動く僕は今日はここまで、あとはゲームの方に集中したいと思います。はいはい、逃げる僕が映っております。そしてゲーム音楽、このオープニング良いですよね。音出てないじゃんはい、こっからです。ここからが開始でしたではこちらのゲームの紹介です。ホラー男子たちの言葉を解読して脱出を目指す中で恋愛する言語解読女子向け恋愛脱出ホラー。女子向け恋愛って言いましたけども、恋愛と書いて女子向けと読みます。皆さんもはいどうぞ、恋愛と書いて女子向けと読んでください。
目が覚めると異界に迷い込んでしまっていた主人公。謎の言語を話す化け物たちの言葉を覚えながら脱出方法を探すこととなる。その過程で主人公を助けてくれる化け物男子たちと恋愛になる。なんだかな。そしてこちら注意点あります。はい、 R12 程度の残虐描写あり、無音プレイ非推奨だそうです。怖いのは見て分かる通りでございます。で、無音プレイが推奨、非推奨なのは無音が、非推奨なシーンがあるからです。要は音出してゲームやってくださいってことなんですけれども、それがどこかはやってみてのお楽しみ。それじゃあやってみましょう。見てくださってる皆様、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。 X やスレッズでの拡散コメントもしてくれるととっても励みになります。そして体験版第1章までをクリアさせていただいてはおりますけれども、こちらボードゲームよいしょ、はい、データがありません。体験版とこの製品版の、データの引き継ぎ自体はどうもなさそうでございますので、また改めてゲームを楽しませていただきたいと思います。では始めます。ニューゲーム、はい、ランゲージ言語です。開始後に言語の変更はできません。日本語の他に英語に、中国語、難しい中国語ってあります。開始後に言語の変更できません。日本語でいきますってないと読めない。で、使用するセーブセットを選ぶとスタートします。では参ります。怖い怖い、音からして怖い。私、この私っていうのがもう第1章体験済み、僕のゲーム画面、ゲーム動画を見てくださった方はもう ご存知ですけれども、これ名前変えれます。なので、あ、これ出なかった。これは、言葉の辞書であります。まだ出てないのかな。メニューあった。辞書で名簿、チャプター、バックログ、操作方法、音量設定、タイトルに戻る。メニュー画面で、この辞書っていうのはさっき見たこの画面になります。で、名簿っていうのが今まで出てきたこの登場人物、まだ誰とも会っていないので真っ白な状態ですけれども、この0ページを開くと、実はここ自分、プレイヤーさんの姿は映ってないんだけれども、名前を変えることができます。これを例えばプラチナ僕に変えてやることもできます。で、チャプターがこれ、今まさに、よいしょ、この画面、あ、ほら、僕の名前、私がプラチナに変わってる。で、今このチャプター1の画面のところなので、こんな風になってる。で、2、3、4、気になる、気になる、気になる、で、5。っていう風な感じになってる。チャプターがこんな風に分かれてる。これすごく気になるよね。エンディング分岐かな。で、バックログ、これは、まあ、見たまんまバックログ、今まで会話してきた分が見れるようになってます。まだ僕だけ、あ、私になってる。で、操作方法、はい、こんだけあります。マウスで動かすときとキーボードで動かすときの両方ができます。選択で上下左右で、エンターでページ送り、マウスの、左クリックが決定、右クリックでメニュー。で、画面のこの右上のところにメニューがこれ出てくるので、こんな風にロードセーブ、辞書、バックログ、辞書とバックログはすぐに見れるように、メニューからも見れるけれども、ここにショートカットがあります。はい、そしてこっちからは遊び方ですね。赤ラインの言葉はクリックすると入力フォームが開くので、意味を推測して解読を入力していく。ここクリックすると入力画面が出てきますよ。で、一度登場した言葉は辞書からも閲覧、編集が可能になります。ここ、さっき見た辞書のところ、クリックして、編集することもできます。
表示されたテキストはバックログから遡ることができ、解読編集も可能。ログはゲーム終了するとリセットされます。遡れるのは20行までになります。このバックログからもバックログを見て編集することも可能だそうです。すごいね、楽しみ。解読していくのすごく楽しみ。はい、では異界語について。異界語は人間語のように洗練されてはいない、単語の羅列のみで大まかな意思疎通のみを行っているようだ。並び方にはある程度の法則性があるようだ。助詞はないと思われる。類似の概念は一つの単語に集約されているようだ。解読のヒント、同じ単語は物語の中で何度も登場し、途中で教えてもらったり分かりやすい場面があるかもしれないので、分からない箇所は飛ばして、まずは物語を先に進めるのが良いだろう。登場した単語にはとりあえず何か言葉を入れておくのもいいかもしれない。この辺は人によると思います。もうやりやすいように自分たちで解読をしていくとゲームを進めるのにとっても楽しくできますよということですね。ではよいしょ、次のページ。はい、使用説明。やり直し不可能な要素はありません。優しい。チャプター選択からすべてのシーンをやり直すことが可能。優しい。謎言語の解読をしなくても進行不能にはならない。とっても優しいゲームです。選択肢や行動による分岐のみ、好感度などの数値管理はなし、効果音のみによる演出あり。もうここで消音非推奨。音だけによる演出があるので、音なしでゲームするよりかは音をちゃんと出してゲームしていただく方が楽しめます。ということで、とっても優しいゲームになっております。僕でもできる、ただ怖い、でも優しい。はい、では最後のページ、セーブについて。手動セーブと自動セーブがあります。プレイ中の状態を保存できるのが手動セーブで、自動セーブはセーブセット内のすべてのスロットに自動的に共有されます。謎言語の取得率、解読テキスト、チャプター取得率、重要フラグ取得することで選択肢の数が増えます。フラグを取得しなかった展開を後から選ぶことも可能。とても優しいゲーム設計になっております。やり直ししなきゃいけない、いや取り返しのつかない要素とかあると、もうゲーム一回失敗したら最初からやり直しっていう風になるんだけども、このゲームにはそれがないと。優しい設計です。何回でも楽しめます。どんだけでもコミュニケーションが取れます。ではでは、楽しみつつ解読をしていきたいと思います。これがメニュー画面ですね。ではメニュー画面を一旦閉じて、さて、音量設定、これは音ですね。BGM とこれ SE、効果音とかになります。でタイトルに戻っちゃいけないのでゲームを続けます。はい、ずっとなんか音が鳴ってましたね。お待たせしました。では行きたいと思います。この時点で入り口が2つあったよね。そして来ました。さあどなたでしょう。行きます。はい、それ悲鳴あげるわ。怖いわ。おー今の何、ここどこなの。で、さっき何か言ってたよね。何か言ってたのをこのバックログで、ほらほら、ハイバイ男さん、ここでほらこんな風に変更することができます。これなんて言ってたんだろうね。わからないから、とりあえずこのまま進めていきたいと思います。はい、バックもないし、どうしよう、ここどこって迷い込んじゃいました。出口を探さないと。なんか怖いの持ってるし、いきます。はい、わからない。とりあえず進めていこう。
何語？おや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 。フード男さん何て言ってるんだろう。何言ってるか理解できないんですが。これは私って言ってるのかな。もうあの第1章というかエピソード1だったっけな。第1章の方はちょっと何回かやったのでだいぶ慣れてきたんですけども、やっぱり怖いとこは怖いのでビビったりしますので、あの僕の声の悲鳴にご注意くださいませ。これ多分私って言ってる。で僕の場合なんですけれども、あの解読後のところにほぼ絵文字顔文字つきます。こうやってればきっと怖くないと思って、これをすればきっと怖くない。よいしょ。私これ多分あなたって言ってるのかな。あなた、はい、あなた、こんな感じになります。あ、ほら、私、あなたって言ってるのかな。私、あなた、あなた、あなた、どなたって言ってるの。人間、人間。結構僕まともに解読するつもりでおります。結構真面目さんの解読者です。ふざけてはおりません。至って真面目です。あなた人間さんですかって、プラチナのこと聞いてる。ごく普通の人間かっこ美少女ですけど、ここ大事、かっこ美少女で、これものによっては、選択肢によってはエンディング分岐、もしくはあのゲームオーバーになったりするとか、即死とかどうもあるそうなので、即死って怖いよね。あの取り返しできない要素はないんだけれども、即死はあるそうです。ここは笑顔でいこう。皆さん、初対面の方にいきなり態度の悪いようなことはしないように。おにゃらにゃ、なんて言ってんだろう。合ってたのかな。ん？てかこのゲーム、単語の羅列だけで会話するの？順序の法則はあるみたいだけど、単語の羅列って分かるのは多分こう喋り方がこう、私、人間、あなた、ほらみたいな感じの喋り方をしているから、それがわかるのかな。女子はないっぽい。はい、僕日本人ですけども、日本語がよく理解できていないところがあります。女子女子っていうのが言葉に意味を肉付けする言葉、要は私はとか、花が咲いたのがとか、怖いから行かないとかのからとか、まあ、ホラー男子をいじめるなとかのな、いじめないでのないでって禁止を表す言葉とか、そういった女子、そういうのが女子だそうです。調べました。細かいニュアンスが伝わらないじゃん。だいぶ荒削りな言語だな。知らない言語だし、ここどこなんだろう。ほんとどこ、ここ。どうすればいい？わ、なんかいっぱい出てきた。おー、すごい。なんだろうこれ。はい。なんだろう。音？サイレン。サイレン。サイレン。怖いゲームだけどね、サイレンも。ずっと音が鳴ってる、ずっと音が鳴ってる。これサイレン、はいはい、止まった。サイレン止めた。
これ止めたっていうのが、これはさすがにマークがないね。ちょっとこのままでいこう。でドアがあるけど、これやっちゃったら進みそうなので、次先にこっち。黙ってる。わかんない。なんか喋ってる。今のは強く言いつける口調。あ、お優しい。ほにゃららは何々すべき的なニュアンスの単語。すべき、何々すべきだよ。ちょっと強く言われたからこんな感じ。ね、なんか怖いの持ってるよね。斧、斧かな。斧、怖いよ。武器だよね。武器、斧、凶器、凶器。なんか斧みたいなのないからこんな感じで。凶器。怖い。それからこれバケツだよね。バケツって、バケツっていう概念あるのかな。入れ物、バケツ、器、わからないけど、とりあえずバケツ。バケツの絵文字あったからバケツ。はい、バケツで他にもある。バケチュ、バケチュ。バケツ、これブリキかな。ブリキのバケツ、ブリキで助詞がないから、ノーは、ノーは入れなくていいか。ブリキバケツ、これ壁、壁だ、壁、壁。壁、壁。壁の絵文字、顔文字、どんなのがあるかな。壁の顔文字、壁、壁の顔文字、こんな感じかな。壁で、これあのマークがついているところをクリックすると、まあこんな風に出てくるんだけれども、さっきみたいにこう何もないところでも教えてくれる優しいフードの人。これ天井だね。天井で、せっかくだからこれも地面、地面、地面は何にしようかな。顔文字ができないからこれにしとこう。地面、見て、チューリップ咲いてる。怖くないよ。で、どこまで触ったんだっけ。壁やった。地面さっきやった。天井もした。これか。これ、明かり、電気。明かり、電気。照明、照明かな。照明で行ってみよう。照明。お、なんかでき、出てきた。なになに。お、消えた。暗い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 のは、暗い。暗いの怖いから。違った。暗いの怖いから、これだ。暗い、暗いってなってる。もう一回つけたらいいの？ん？ここ暗いかな？ここよくわからないからちょっと顔文字後回し。ここ暗い、ここ暗い。ついた。明るい、明るい。
多分明るい、キラキラ明るい、え、何々暗い、うん、明るい、それでも暗い、わかんない、あ、逆の意味になる、逆の意味、逆の意味、これがつくと逆の意味になる、逆、どういうでもかな、でも、あ、しかしとかもかな、わかんないな、しかし、ね、逆の意味って一応書いておこう、しかしもかかしもわからない、あ、ではない的な感じ、ちょっと待って、じゃあちょっと書き直そう、あ、しかし暗い、暗いではない、ではない、こんな感じかな、ではない的な感じ、えっ、いや、いい、増えとる、幽霊だよね、幽霊さん、幽霊って絵文字なかったっけ、ないない、え、怖い、ちょっとこのままでいこう、お化けがいる、ね、何って言ってる消えた、消えた、パッて消え、パッとじゃないけども消えちゃったよ、消えた、キラキラしてる、どこにもいなくない、どこ行った、なんて言ってる、さっき消えたんじゃなかったの、いなくなっちゃったし、壁、これ音、ダメ、サイレン止めた、ね、フード男さん何言ってるか、戻るべきとか言ってんのかな、戻るすべき、戻る、もしくは帰るとか、戻るすべき、あなたは帰るべきですって言われてるのかな、で、バケツもさっきやったし、明かりもやった、照明消えた、暗い、明るい、暗いではない、やったね、じゃあ次扉に入ります、サクサク行かなきゃ、これ扉は、扉、ドアだったっけな、ドアで出てくるかな、扉、行きます、はい、体験版にはなかったこのスペース、気になるので行ってみたいと思います、うわ、血だ、そう、戻ろう、え、でもね、戻りたいけど、これ見て、こんなのがある、戻ろう、いや、行くしかないでしょ、キャンセルもできる、行ける、行きます、どうなる、うわー、なんか引っ張る、ミステイクエンド、ミステイクか
ということで即死です。で次ここ行ってみよう。またもそうな扉慣れたつもりだったけど今心臓ヒュッってなりました。わあびっくりした。やっぱ初めての場合って初めての場合ってやっぱ挨拶から行くよね。ということでこんにちはで行こう。こんにちは。見てこの絵文字、とってもフレンドリー。私にゃららにゃーにゃーで、この手からそれに何かちょうだいって言ってるんだけど、どれがちょうだいに当てはまるのかわかんないし、わかんない。あなた何かちょうだいって言ってるんだよねきっと。まあ、ここはちょっと仲良くなっておきたいのでいきます。あとあのこういうシーンが多いので今回ちょっと真っ赤になっちゃうので、できればあのもうノイズっていうかね、出てこない言葉が、あのおにょにょにょっていうのモノログじゃない出てこない、これテンパりすぎて言葉出てこない、あのつけたいところなんだけれども、あのこの隠したいところなんだけれども、それ隠すと多分この画面全体がもう何にも見えなくなっちゃうので、今回はあのノイズっていうかあの隠すのなしでいきますので皆さんご注意ください。これなんて言ってんだろう、内臓ですよねきっと。内臓って言ってる。ありがとうありがとうって言ってるの、いやありがとうなんて言ってるんだろう。心臓にも見えるけど腎臓にも見えるけど、やったもらったもらったみたいに言ってるようにも見えるけど、内臓ってことにしておこう。そしてミステイクエンド。はい、ちょっとなんて言ってるんだろう本当に。あ、ほらこれログを戻ってみたい。こんにちはの後やってみよう。出てきて、こんにちは。はい、こんにちは。私欲しいあなたの内臓。あなたっていうのが出てきてない。あなた内臓、あなたくれる内臓くれる。あ、欲しいって言ってるのかな。欲しいにしてみようか。私あなたの内臓欲しい。いやでも疑問形だから欲しいんじゃなくて くれるにした方がいいかな。あなた内臓くれるって、でここで笑いかけたらフレンドリーに行ったらまたやられちゃうので、こっちとこ残りはこっち、これを動かせば通れそう。行くしかないですよね。行かない。行くしかないですよね。行くしかない。あ、ノア2つある。開かない。こっちしかない。何もない。なさそうかな。はい。なんか音聞こえた。へい。手首。パコン。アダムスファミリーって何回言えば気が済む僕。生きてるのこれ。ん？何か指さしてるけど。第一章は
慣れた。大丈夫。オッケー。いきます。生首。こんにちは。合ってるこれ。こんにちはで絶対合ってる。私なんか困ってる顔してる。困った。困った困った。私困ってる。困ってる。困った。私困った困ったって。ではない。ここではない。失礼。動くではない。動けない。例えばここ。これが動く。動く。ではないで動けない。ここから、から動けない。ここわかんない。お家に帰りたいみたいな感じのニュアンスだよね。私もうここから動きたい。あ、でもさっき動くって言葉入れたのにここにはない。私何かしたい。困ってるのかな。何かをしたいって意味。なんかしたいな。ちょっとロゴ見てみよう。これで何かをしたい。あ、できた。私したい。何かここから動き帰りたい。動きたいってことかな。だから動くってこれだよね。動けない。私はここから何かしたいんだよね。で、ほにゃらら。私を 何とかしてって言ってるんだろうけど、何運んでとか言ってるのかな。運んで運んでとか。運んでというよりかは運ぶかな。運ぶ。なんかして運ぶ。私をなんとかして運んで。運ぶ運ぶ。運んで運んで。してほしい。あ、してほしいだった。ちょっとログもう一回見てみよう。私を運ぶしてほしい。何かを、あ、したいとしてほしいなんだ。なるほどなるほど。したいとしてほしいって言葉は一応別々なんだ。でここがわからないまんまだ。私を何とかしてほしい。助けてほしいかな。助けてほしいとか。助けるしてほしい。わかんないからまだちょっと顔文字はつけないで男。持ってほしいってこと？うん。怖いけど、やっぱここまでフレンドリーな感じで。さっきの隙間男さんよりはフレンドリーな感じですよね。手首さんは喋れないからもうわかんないんだけれども、でもなんとなく悪い感じはしない。襲ってきてはないので大丈夫。してほしい。助ける助ける。助けて助けて。よくわからない。運んでってことなのかな。怪しいけどもう思っちゃったし行くしかない。してほしい。ほにゃららほにゃらら。してほしい。この辺も変わらないかな。あ、変わらないね。行こう。でも穴の中にはしごだ。わからないな。とりあえずこのまま進んでいこう。なぜ一歩ずつ。もうこういう演出あるからホラーなんだよね。扉開けて。扉開けて。開けて。
確定したのはもう絵文字顔文字つけられるけど、確定してないかんないな。ここここ入るかな、入る、ここおお金髪男さんこんにちは。絶対間違いない、これ挨拶で間違いない。あ、生首さん、私なんだろう、ただいま。分かんないけど、ただいまかな。あなた今まで一体どこに行ってたんですかみたいな感じ。あなたどこ行ってたかな、それともあなた行ってたどこ、素直に入力してみよう。どこ行ってたどこ行ってた。あ、でも疑問形じゃない。どこにいた、どこいた。幽霊助ける私。え、あの白い人だよね。え、なん、私困った。みたいな。ん、私のこと指してる、私、僕、私のことを指している。この人はって聞いてるのかな。あ、でも助詞がないからこの人って聞いてるんだ。この人だ、あれかな、この人助ける私。親切、優しいとか、優しいとか親切、助けてくれたから親切な人、プラチナのこと、僕のことかな。こんにちは、改めてこんにちは。助けるこの人、この人を生首さん助けてくれてありがとう的なことでもないか、わかんないや。わかんない。言葉が理解できてないとか、わからない単語も多い。でも後で知れるかもしれないし、わからない単語には固執せずにチェックだけして聞き流した方がいいかもだよね。ずっと考え込んでるとゲームが進まないので、ある程度はちょっと飛ばしたりもしております。なんだ、私言ってることわかるってかな。私の言ってることわかる？多分これはこちらへ。あ、でもこちらって言葉使ってたかな。わかんないや。どうぞ。おすすめ。彼は友好的っぽいけど、どうなんかな。わあ、またほら、いっぱい出てきた。カッペイ。地面、地面。アダムスファミリーさん、手首さんだよね、手首さん、手首さん。人差し指、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 多分指、あ、間違いないと思う。
照明明かり。どうぞ、椅子だ。これテーブルだよね。テーブル。テーブル。テーブル。生首さん。どうした？あれ？さっき生首さん。生首さん。やってないっけ？生首さん、これ目だよね。目目目目、口？鼻じゃないよね。口の方だよね。これ口ね。これが髪。髪って顔文字も絵文字もちょっと見当たらないから、これをこのままでいこう。ね、何？髪、耳で隠れてる、隠れてる、隠れる、耳、隠れる髪。髪に隠れてるけど、これ耳です。かな？で、これは、顔？かな？頭っていうよりかは、顔っぽい。顔。ニコニコー。怒ってる。あ、感情だ。これ何？さっきのが、なんだろう。ニコニコ？楽しい、喜怒哀楽だから、喜怒、喜び、喜びかな。楽しいかも。楽しい、ちょっと待って、バックログで、これだ、楽しいかな。楽しいなのかどうかよくわからないけど。で、これが怒ってる、怒ってる。あ、そうだ、さっきの楽しいっていうのは、楽しい、ニコにしようかな。ニコニコ、いや、楽しいのままにしておこう。とりあえず困ってる顔、泣きそうな顔だから、にしておこう。こっちの方が泣きそうなのかな。あ、いや、喜怒、哀楽、恐怖、怖い、これが怖いとか、怖いと泣きそうなのがちょっとよくわからない、区別がつかない。これはびっくりしてるね。これはびっくり、びっくりー、ニコー。あ、終わった。で、テーブルやった、椅子もやった、これはまだしない方がいい。はい、私言ってることわかる。あー、言葉ちょっとわかるようになった。こちらへどうぞ、こちらへどうぞ、どうぞ。これきっと確定だ。コイン、お金、お金、コインの顔、顔文字、絵文字が、これ？
とりあえずこれにしておこう。ふんふん。ほい。何になった。今のあるってことかな、じゃあ。あるとない。これコインないから、ないよで、これさっきのが多分あるだ、あるっていう顔文字どれがあるかな。あるよっていうの何かあったっけな、これかな。あるコインない、あるとないかな。あ、だよね、多分こうだよね。あるない、ふむ、でも多分これで1、これが2、これが3かな。なんだろう、真ん中、真ん中、上、北っていうかは上っぽい、下、これが左で、こっちが右、銀髪男さんから見たら逆なんだけど、これちゃんと教えてくれてるのかな。見た通りのままで大丈夫かな。コインない、え、動くふにゃらら、え、どういうこと？動くにゃらら、尋ねるような言い方、確認してる？つまり理解できたかってこと？あ、これ動くじゃないね。わかる？理解、理解できた？って聞いてるんだよね。理解はか、あ、可能、なんと、わかんなくなってきちゃった。可能？こうか。何々できたよ、できるよっていう意味かな？かな？何？わからない。じゃあとりあえず入ってみましょう。いや、怖い音。え、ここ何する部屋？もう出たいんだけど、出たいけど、これ何？テーブルーだよね。これは椅子。どうぞ、遠慮します。凶器だよ、これ。あら、凶器。え、な、何凶器？拷問の凶器。拷問？危ない、よくわからない。これ照明、じりじり言う。鍵爪、こんな感じ。釣り用じゃないんだけれども、でこれ鎖だよね。あ、鍵爪って言われて、鍵爪、鎖、
鉄？鎖も一応入れておこう。やったやった。で、ここ何するところ？拷問部屋だよね。明らかに怖いよね。拷問部屋？実験？なんか白衣着てるから実験されるみたいな気もしないでもないけど、出よう、怖いから。早く上に戻ろう。はい、というところで、この部屋一通り探索させてもらったので、じゃあとりあえず今日はここまでにしたいと思います。おお、ちょっと結構時間かかってる。サクサクって一生は進めようかなって思ってるんだけれども、やっぱり楽しいからじっくりと解読しちゃうよね。怖いけど解読はとっても楽しいです。ではでは、続きまた次回にしたいと思います。今日はここまでにしたいと思います。ご視聴くださりありがとうございます。よかったらぜひ高評価、コメント、チャンネル登録してくれると大変嬉しいです。次回もまた見てね。ではでは。